ラットは実験動物の一種。野生のドブネズミを改良して作られた実験用の使用編種である。愛玩動物としてはファンシーラット。英語のマウスはハツカネズミなどの小型ネズミ類を表す。それに対して英語のラットはクマネズミ族をはじめとする比較的大型のネズミ類を指す。日本語のラットは蒸気の意味で用いられることが多い。 逆に、動物実験関連以外の翻訳文献で、ラットと訳されているのはしばしば、クマネズミ属の総称のことがある。ラットは、ハツカネズミの使用品種であるマウスと同様、医学や生物学の分野で、モデル生物として用いられる。アルビノのものがよく用いられる。多くの系統が維持されているが、これらは遺伝子導入系統などではなく、遺伝的背景の違いを持ったものである。 実験系統の一つである、ブラウン・ノルウェーのゲノムの90%が解読され、2004年4月のネイチャーに報告された。哺乳類では、ハツカネズミと人に次いで3番目となる。ラットのゲノムは約 2.75GBP で、人の 2.9GBP と近い。ハツカネズミは約 2.6GBP。これら3種は遺伝子の数も、 ほぼ同程度だと考えられている。人の疾患や哺乳類の進化を解き明かす手がかりとなることが期待されている。ありがとうございます。